ハニュー・ユズルの離婚発表をめぐるメディアとの葛藤、報道の自由、VS、倫理。最近、プロフィギュアスケーターのハニュー・ユズルさんとの離婚を発表した井川翔子氏が、メディアに対する疑問を投げかけました。彼女は、取材や報道には、許可が必要なのかという問いに触れ、このテーマについて考察しました。一方で、メディアの自由と倫理のバランスに対する彼女の見解は、議論の余地があるものです。 江川氏の立場、メディアの許可の必要性に疑問。江川翔子氏は、自身のノートで羽生結弦さんの離婚発表に関するメディアの取り扱いに疑問を投げかけました。彼女は、羽生さんが誹謗中傷や許可のない取材にさらされている現状を指摘し、許可のない取材や報道を批判する言説が広がっていることに言及しました。彼女は、メディアが当事者の 許可なしに報道することを制限するアイディアに対して疑問を呈しました。メディアスクラムの問題とジャーナリズムの立場、一方で事件の下中にいる人物に対するメディアスクラムの問題にも触れました。大勢の取材者が押し寄せ、当事者に接触せざるを得ないジャーナリストの苦境を理解しつつも、彼女は許可のない取材や報道を悪と決めつけて非難する姿勢には懸念を示しました。彼女は芸能人やスポーツ選手、 政治家に関する報道の多くが当事者の許可なしに行われており、これが禁じられるならばメディアが宣伝媒体になってしまう可能性があると指摘しました。また、かつてのジャニーズ事務所がメディアをコントロールしようとした例を挙げ、その結果がどうだったかに触れました。メディア批判の必要性と危惧、江川氏は、不倫やをかけ取材などに対するメディア批判の必要性を認めつつも、 当事者の許可のない取材や報道を禁じるアイディアは、メディアと取材者の独立性を奪い、報道の自由を損なうものであり、危険であると危惧しました。彼女は、倫理や人権に配慮しつつも、どのメディアがどのような行為をしたかを明らかにする必要があると主張しました。結婚相手の報道に対する考え、江川氏は、羽生結弦さんの場合、結婚の事実は伝えるべきだが、 妻については売れないべきだとの考えを示しました。しかし、国民的スターの結婚相手に興味を持つ人が多い現実を踏まえ、メディアが社会的関心に応えようと取材するには、夫の許可が必要という発想には賛同できないと述べました。倫理的な取材の方法が求められる一方で、情報へのアクセスが拒否されることが報道の自由に対する制約となる可能性に触れました。メディアとの葛藤の解決への模索。 江川翔子氏の考察から見えるのは、メディアとの葛藤が現代社会において複雑であることです。メディアの報道の自由は重要でありつつも、当事者の権利と尊重も欠かせません。彼女の指摘するように、倫理的かつ人権を尊重した取材が求められる中、許可なしに報道を行うことを完全に禁じるアプローチは危険である可能性があります。報道機関やジャーナリストは、 社会的な興味や懸念に応える責任を持ちながらも、個人のプライバシーを尊重し、適切な倫理観を守る必要があります。メディアとの対話を通じて、公正かつ透明な報道の原則を確立し、報道と個人の権利のバランスを取る方法を模索することが求められます。この葛藤の中で、報道機関やジャーナリストが自己規制と倫理観を重視し、 公共の利益とプライバシーの尊重を同時に達成する道を見つけることが重要です。報道の自由と倫理のバランスをとりながら、社会全体にとって有益な情報を提供していくことが、メディアの責務であると言えるでしょう。